として、大阪天王寺は、大阪府大阪市安倍野区松崎町にある、近鉄グループの都ホテルズリゾーツに加盟するホテル。株式会社、近鉄、都ホテルズが運営する。近鉄南大阪線、大阪安倍伸橋駅に隣接する、安倍の橋ターミナルビル東館に設置されたホテルで、JR 西日本、天王寺駅東口の向かいに位置する。近畿日本鉄道が所有。 子会社の近鉄ホテルシステムズが運営し、客室数は200室。会議室、宴会場、レストラン、ラウンジを有する16階建ての白和の建物である。天王寺とホテル時代前進は1962年に国鉄天王寺駅の天王寺ステーションビルの開業と同時に上層階にオープンした大阪とホテルである。当初は客室95室と6つの宴会場。 結婚式場を設けた施設であった。その後、1964年と1968年に増築が行われたことで151室となった。天王寺ステーションビルに大阪とホテルを開設するにあたっては、近鉄もステーションビルへ出資したほか、運営会社として近鉄と、とホテルの共同で株式会社大阪とホテルを設立している。1983年に、 上本町駅ターミナル整備に伴い、近鉄は同駅に隣接して、高層ホテルとホテル大阪を建設することになったのに伴い、当ホテルは大阪とホテルから天王寺とホテルに、会称、運営会社名も、株式会社天王寺とホテルと改められた。近鉄は、安倍の橋ターミナル整備事業により、ターミナルビルの増築工事が完成したのに続き、 新宿五地層ビルを挟んだ東側にホテル棟となる東館を建設1992年に現在の建物となる天王寺とホテル新館が開業した。以後天王寺ステーションビルの旧館と新館の2館体制であったが2001年8月に旧館は閉鎖し新館に集約した。2006年1月1日にスカイラウンジエトワールの ランチバイキングが全席禁煙となる。運営会社の株式会社天王寺とホテルは1999年に近鉄ホテルシステムズに営業上とし、天王寺とホテル社は REM 天王寺に称号を変更し2003年に生産した。近鉄ホテルシステムズは2005年に九州分割により近鉄に合併、ホテル営業は近鉄ホテルシステムズ。 2019年4月のブランド再編で名称を天王寺とホテルからとして大阪天王寺に変更した。ありがとうございます。